ゆっくりしていってねー。どうしたのぜレイム、ヤブからステックにクラウセダーフト G フジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、ノック週末の訪問者のレビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのかの参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今北産業、カルト信者が命がけで信者を獲得するお話、誰におすすめなのぜ？ M ナイト・シャマランガチ勢におすすめ。では、ここからこの映画の解説を始めます。アメリカの山小屋で仲睦まじい二人のホモカップルと、養子の幼女がバカンスをたしなんでおり、ここにドラッグスとその仲間たちなる不吉な4人衆が現れる、ガーディアンズ・オブ・ララクシーなのぜ。こいつらはそうかな学会員であり、宇宙が膨張するだの地球が終末を迎えるなどといった、カルトがんぎまりがち勢であり、それに対してしっかり、ホモの兄ちゃん二人、おすぎとピーコは、俺は宗教なんかに興味ねえんだ。二度と来んじゃねえよ。と毅然とした態度で追い払おうとするのだが、この手の映画のお約束通り、携帯と電話が使えない展開が発生。この後は、統一する教会員たちの、熱心なカルト宗教勧誘が始まり、囚われの身となってしまう。この後、俺たちのカルト勝ちでいいから、と言い始め、週末が始まってしまう。俺たちは週末を止めるためにやってきたんだ。という展開が発生する。で、カルトたちの言うことなぁ。お前らにはボランティアとして誰か一人を選んで自らガメをべらしてほしい。これが唯一の週末を回避する手段なんだ。という意味不明なことを言い始める。どうやらなぜか、おすぎかピーコか幼女のうちの誰かがガメをべらすると、天変地異は収まって、週末は回避されるらしい。お前が言うならそうなんだろうな。お前の中で花のぜ。どうやら、この幸福を科学する奴らはなぜか偶然、同じ週末のビジョンを見てしまい、週末を回避するにはどうしてもメインキャラ3人が自らガメをベラする一人を選んで、ガメをベラしてもらわなければならないという仕様らしい。ここからこのカルト宗教家たちの命がけの熱心な勧誘活動が始まり、で、この映画の割と面白い部分は、視聴者がカルトたちに言わせたいことをちゃんとおすぎが代弁してくれるわけ。例えば、そんなに信じてほしいなら、お前ら目の前でガメをべらしてみろよ、とかいうわけ。いいカルト勧誘撃退方法なのぜ。ここからネタバレ、ところが、こうだぞ。という感じで、一人ずつカルトたちが本気を証明するために自殺を始める。挙句にお前らが身内の中から、スケープゴートを一人選んでそいつを殺さない限り、俺たちはお前らの目の前で一人ずつ自殺するからな、という感じでなりふり構わないで、おすぎとピーコを勧誘しようとしてくるわけ。それとこのガーディアンズ・オブ・ララクシーたちの、演技がどれもみんなお上手だから、見てる方からすると、こいつらは文字通り命がけで、おすぎとピーコと幼女のどれかに、ガメをべらしてほしいっていう必死さとか、なりふり構わない感じが伝わってくるわけ。さらには KKK たちが予言した通りに、天変地異が発生したりコロナが拡大したり、シャマランがカメを出演していたりと、これってひょっとするかもしれませんよ、という展開が始まってしまい、果たしておすぎとピーコは、カルトの魔の手から逃れることができるのか？こいつらってカルトじゃなくてガチ勢なの？という部分が、この映画の見どころさんとなります。ここからはこの映画の面白ポイントというか、意味のわからないポイントの補足解説をします。ここからはネタバレなのぜ。この映画って、終始意味不明なポカーンって映画であり、本当によくわからないまま終わるって感じの映画だと思うのですが、この映画は、普通のパンピーの家に、がんぎまりしたカルト宗教の信者がやってきて、ありとあらゆる手を使って、文字通り命がけで洗脳しよう、ってテーマの映画なわけ。だから割と週末とかというのはフレーバー要素で、あなたの隣に住んでいるカルトは、こうやって侵食していきますよってホラー映画なわけ。というのも必死の演技もあって、途中から視聴者さんは、あれ？ガーディアンズの言うこと正しいかも？って思っちゃったりすると思うのぜ。少なくとも、何が何だかわからないって状態にはなるよね。これが、未だに宗教とかカルトがなくならない理由だったりします。で、この映画の面白ポイントには、ちゃんとしっかりおすぎが視聴者さんの代弁をしてくれるっていう、論破キャラになっていて、メンタル強魔人だから最後までカルトに屈しないメンタルしてて、くっそ頭良くて、何よりも、カルトが、お前のせいでガーディアンが死んだんだ。という罪悪感を押し付ける罠に対しても、しっかり、お前らが勝手にやったことだろ、さっさと全員死ね。っていう感じなわけ。で、この映画の面白ポイントというか見せ場なんだけど、論破王のおすぎが、カルトを信じてほしいなら死ね。ほら、できないんでしょってハードルに対して、カルトたちは視聴者さんたちが思っているハードルとかを、ガンガン超えてくるわけ。例えば言われた通りに自殺するし、予言を当ててきたりとかなのぜ。そうそう、だから、途中から視聴者さんたちは、どっちが真実なのかわからなくなってくるわけ。で、もう一人のピーコの方は、前半に頭をやられて、正常な判断ができない上に、メンタルがヘナチョコな猫ちゃんなわけ。だから最終的にはカルトの言うことを信じちゃって、入信しちゃうって寸法なわけ。カルトや宗教は正常な判断ができない。クソ雑魚な目くじを信者にすることで、権力を拡大していく暴力機関なのぜ。これがこの映画の面白ポイントね。ここからはって部分の感想。この映画のファンは今すぐゲームの電源切るのぜ。ちなみにうちらおまんじゅうは、そこそこ M ナイトシャマランの映画見てるんだけど、もしもシャマランの映画を知らないで興味があるなら、シックスセンスと、アンブレイカブルだけ見ればいいと思うのぜ。シャマランのいいところって最後にしっかり、しょうもな。って思わせてくれるオチがある部分で、しっかり役者全員がオチまで視聴者さんを運んでくれるし、しっかりしょうもないって、オチを出してくれるから見た後スッキリできるわけ。褒めているのぜ。ところがこの映画はシャマランの映画にあるまじき、やおい作品であり、シャマランガチ勢が見て、山なし、オチなし、意味なしなのぜ。さすがシャマラン先生。そうきましたか。ってなるオチであって、そういうガチ勢でないならぶっちゃけクソ映画っていうか、最後見終わった後に、オチはってなる視聴者を置いてけぼりの作品となります。シャマランの気持ちはわかるのぜ。毎回オチ作って映画作ってって、同じルーティンワークの繰り返しになっちゃってマンネリ化しちゃうし、作っている本人は何倍もそれに携わっているので、マンネリ化打破とモチベーションの維持のために、こういうひねった作品を作りたくなるのぜ。ところがファンというのは、いつものを見せてくれればおおむね満足なんだよね。ここにクリエイターと視聴者との感覚の乖離が発生するんだよね。ネタバレ上等でオチの解説をします。というのはこの映画はふわっとシャマラン勢からしたら、ぶっちゃけ意味不明の映画だからなのぜ。で、オチは終末が来ましたというのがオチで、ガーディアンズはカルトじゃなくてホンマもんでした。ってのがオチです。要は本当にホモのうちのどちらかを犠牲にしないと、終末は訪れるってのがオチなのぜ。というのはなぜか、ピーコがダメをべらしたら天変地異が止まったからね。ただ、わかりにくいというか、ぶっちゃけ視聴者さんにとってみれば、終末が訪れようがどうでもよくて、知るかって感じなんだよね。例えばこの女に息子がいるとかいうシーンも、おすぎが言うように、知るかんなもん、勝手に妄想、宗教に取り憑かれて信じまえ、って感じなわけ。そんな感じで、たとえ世界が終末になろうが知ったこっちゃないわけ。これが多分視聴者さんとシャマランとの感情の乖離値の、おまんじゅう的ってポイントと、で、次がそもそも、なんでホモと幼女の誰かがガメをベラすると終末は回避されるわけって部分、これがこの映画では一切説明されないわけ。これがこの映画が雑なシャマラン、ダメなシャマランな理由で、大抵のシャマラン映画ではちゃんと論理的なオチを用意してくれるわけ。だからシャマラン映画を見た時に、しょうもな、って気持ちにさせてくれるし、見た後に、お正月におろした新品のおパンテのようなスカッと爽やかな気持ちにさせてくれるわけ。ところがこの映画はそれがないわけ。これが本当に最後まで見終わってスッキリしない部分で、ぶっちゃけ、うちらおまんじゅうは、最後シャマランはこの3人の誰かがガメをべらしなきゃならないオチを、どう見せてくれるんだろうって思いで最後まで見たんだけど、そうならないうちにサクッとピーコが、予想通りにガメをべらして、予想通りに終末がストップして終わるという、オチって作品なわけ。まあこれは、シャマランがあえて、カルトにガチハマりするやべえ奴らと、ガチ勢がどうやって信者を獲得するかってのを表現したかったからなんだけど、ピーコはすっかりやられちまって最終的に、ビジョンが見えるようになって、自らが目をべらしたからね。一応言っておくけど、ピーコはビジョンが見えたわけじゃなくて、そうだったらいいなって願望を、勝手にビジョンが見えたって体にして作り出していただけなのぜ。これがカルトにハマる人間のプロセスね。おすぎは最後までしっかり自分を持ってたから、カルトの熱気にはまらないで、最後まで生存ルートを確保し続けたって部分です。まあ、こんな感じで、本当にシナリオが頭いいし、おすぎがしっかり視聴者さんがしてほしいことを代弁するし、最後までありとあらゆる方法で脱出を試みるわけ。だから見ていて、イライラしないし、この手の映画はなぜか、主人公たちは捕まっちゃうと脱出するってことが思考から欠落して、っていうおまんじゅうたちをイライラさせる作品が多いのぜ。彼らはずーっとありとあらゆる手段を使って、脱出を試みるってシナリオの作り方だったりが、本当に頭のいいシナリオだなってのは伝わるんだけどね。では、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1中星1。いやー、この映画の評価がガチで困ったというか、って感じで、まず、全体的にどの役者もお上手で、ガチでカルト信者にさせようって説得してきてる感じが、お上手だしシナリオもお上手。ただ、どうしても、なんでって部分で、なんでお杉とピーコと幼女の誰かがガメをベラすると天変地異が収まるのという部分の説明がない部分がかなり雑というか、おいおいどうしたシャマランって感じなわけ。こういうところをちゃんと、すっきりとしてベタつかないオチを用意してくれる部分が、既存のシャマラン映画の信頼できる部分だったのぜ。そうそう、だからカジュアル勢からしたらこれはあって感じで評価に困ってほしい気かなって感じ。面白くないわけじゃないのぜ。しっかりカルトディスってるし、シナリオも面白いし、全員の行動に無理がないからこの手の映画にしては普通に見てられる。本当に頭のいいシナリオで文芸作品であるし、この映画見れてよかった。って作品なのぜ。そうそう、だから星1だなって感じです。評価のできない、文芸作品は星1なのぜ。星1と5はぜひ見てほしい作品って意味ですね。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピース。